はい、週が明けまして10月の18日、今日から第3週が始まりますね。まだ相場動いてない時間にして3時10分なんですけども、まあ今週の占っていこうかと思います。今日はね、講義から始めていきますね。画面を切り替えて、私の講義を聞いてください。こちらです。週が変わりましたので、まあ週足を見ております。以前まで私たちはどの世界で勝負してたかというと、この間で勝負してたんですよね。もうちょっといくとこうですか。これをレンジと言うんですけども、レンジってのは幅って意味があってね、天井と、それからこっちですね、下底って言って下の底ですよね、天井と底でできています。というのが、上の線に当たると下に行って、下の線に当たると上に行くっていう形がそこでできてるからなんですよね。こういう風に行って、跳ね返って上に行くと、下に行く、下に行くと上に行く、上に行くと今度はまた下に行くみたいな感じ繰り返して、ここはちょっと下を潜ったんでね、レジサボ転換が、起きたかなーと思ったんですけども、やっぱり線が内側に戻っていって、やっぱりこの中で推移していったってことですよね。つまりレンジです。レンジね。ここから、ここの間の推移を見守っていけばいいので、比較的ね、予測が容易だったわけですよ。で、現在ブレイクってのが起きましたよね。ここ、ブレイクしたと。レンジを離れていったわけです。もちろん、ここのヒゲのように急速に戻っていって何事もなかったようにまたレンジの中に収まる可能性もありますけども、今回は実践が連続してますので、まあ戻ってくることはないでしょう。ということで、こっからはこの箱、レンジのボックスですよね、これを当てにすることなく未知の領域、この線から上の方で相場を見ていくようになると思います。で、今ね、下底は決まったんですよ。下の底はここですよね。で、上底が決まってないんですよ。まあ、どこで止まるかわかんないですからね。それをちょっとね、フリーハンドで相談、紹介したいと思います。まあ、白い画面があるでしょ。で、チャート図がさっきみたいにこうなっていたときに、まあ、簡単にレンジが考えられるじゃないですか。上下の中でもね。まあ、こういうふうに動いたとしますよね。そうすると、レンジってのは、だいたいこの辺りに設定されて、この箱の中で推移してるよってことになります。ただ、レンジってのはいつかブレイクして抜けていくんですよ。で、抜けていった先にどのぐらいまで行くかなってことなんですけども、今、だから実際のチャートで上に向かってる途中ですよね。で、どっかで折れ曲がって、下に向かい始めるんですよ。で、その時が上底の決まりです、これ。ね。で、下に向かったものも、この前回のボックスの延長線上、上底の上の底って意味ですけどね、上底のところで、今度はレジサポ転換して跳ね返って上に行く可能性が非常に高いんで、今度はこちらの上底も込みでですね、この辺りで推移していくってことになります。新しいボックスを書きますね。そういうふうに見ていくと相場は見やすいと思うんですね。で、逆にですね、こういうパターンもあります。ちょっと消していきましょう。別のパターンでどういうのがあるかっていうとね、まずこう下からせり上がってきたものがここら辺でボックスを作りますよね。レンジですけどね。で、ブレイクするとするじゃないですか。ブレイクして素直にこういう風に大きく戻って新しいレンジを作るんではなくてね、あれ、新しいレンジを作るんではなくて、こういう風になるケースです。この辺り、あ、なんか難しいですねこれこの辺りでこううにょ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 してね、つまりはここに新しいボックスを作って、これは単なる上げトレンドであり、利確をできるラインだってことですよね。まあこういうふうにね、大抵の場合はこのパターンですよね。箱から箱へ乗り移っていって、今度またブレイクが下に起きると、こういうふうな形で、今度はここに箱を作るんですよね。またやっちゃった。すいません。ここに箱を作るんですよ。そんな感じで箱と箱の間をいかに取るかっていうのが、まあトレンドを狙うっていうパターンです。こうやって相場の世界って、このトレンドとね、それからレンジ、箱、これが交互にできるんですけども、大体ね、レンジが7割、トレンドが3割っていう割合なんですよ。で、これが今回の講義ですね。じゃあ引き続き、デイリーの方を見ていきましょう。ぐーっと一方的に上がっていったものが、ここのラインを超えたわけですよね。まあ、ここも当然超えてますけども、で、折れ曲がって上の方に勢いつけていったということで、レンジの下の、ラインはこの辺に設定できます。で、上がまだ決まってないんですよ。上がね。だから、ここで止まるのか、もっともっと上に行くのか、これを見極めていこうかと思うんですよね。
大きく折れ曲がって下に行ったところが、まあ、高度の限界点、上昇の限界点ってことになります。じゃあ4時間見ていきましょう。はい、上昇したのがここで軽く箱を作ってるんですよ、ね、でブレイクして上の方に行った。つまりこれがこういう風になって、ここにも箱があるんでしょ、ちっちゃい箱ですけどね。でまたブレイクして上の方に向かおうとしてる、ね、でちょっと消えちゃいましたけど、ここにも箱があるわけですよ。でこの辺りが楽ちんで取れているところっていうことですよね。じゃあ1時間いきましょう。1時間こう拡大したところですけども、ここにボックスがあるでしょ、見えます？でこういうふうに上昇して入ってきたわけですよ。でブレイクして抜けた方向、要するにトレンドが上に向かってますから、ボックスができた後に抜ける方向がだいたい予測ができるんですよ。上の方に抜けるだろうと。だから今週は、まあ先週ですけどね、バイ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 言ってたわけですよ。どう上昇しようがバイ、横ばいになってもそのうちバイが入るからバイでブレイクと。とにかく買いでいけば全部取れるっていうことね。それ先週のパターンだったんですね。まあまだ引き続きあれじゃないですか、バイの流れは続きますから、買いで入るようなこんな1週間にすればいいんじゃないですかね。18日から始まる週も基本的にはバイですね。ロスカット食らうまでずっとバイでいきます。こういうふうにトレンドっていうのは傾きですから、その傾きについていくためにはロスカットを食らうまでは全突っ込みしていく感じですよね。まあ本当に全部突っ込んじゃダメですよ、やっぱりね、全体資金量の 1% をマックスとして、まあ、放り込んでいくって形になります。レバレッジもかけません。はい、そんな感じで5年やってきましたけどね、大きな資産が残せるように FX もっともっと頑張っていきたいですね。それでは失礼します。